はい、速稼塾の久保です。今日は5月21日ですね。速稼塾の歩き方の5月6月バージョンちょっとお送りしようかと思います。まあ速稼塾に入るとね、なんでね、すぐに売り上げが作れるのかってことなんですけども、まあ古典的な方法なんですけどもね、これはね、この4月6月の速稼塾のポータルサイトの中では、椎の木康治というコーナーでまとめてあります。まずこちらの方から言ってみましょうか。椎の木康治は1、2、3とパート3までできてます。パート1行ってみますと、このようになってますよね。まあ、自己アフィリエイトっていうのがありますけども、まずは第一講義で登録の仕方ですよっていうのがあります。それから最初の心構えというのところで、稼ぐためのヒント、50分で2万5千円稼ぐみたいな、もう早速始まってますよね。で、第3講義なんですけども、自己アフィリエイトの、まあ、いろいろとね、注意点とかも説明してくださってます。次、ミステリーショッパーという覆面調査員のサイト。これも登録すれば、外食をするとね、その一部が返ってくるという形になります。で、第5講義なんですけども、無利子保証人なしで最大80万円。という形でちょっと意味深ですよね。これはね、80万円の融資が受けれるって話なんですよね。しかも結構ね、状況不利な方が大丈夫なやつです。で、第6講義、ウーバーイーツの2つの稼ぎ方が紹介されていまして、まあ彼はね、ウーバーイーツの結構達人ですから。で、申し込みだけで成果報酬が出るような案件を紹介してくださったりとか、これ毎日毎日ありますよね。DMM で2万から3万円ゲット、プラスアルファもう1個案件があるということですよね。で、高野ゆりさんのコーナーもあります。まあこうやってキリがないわけですよ。毎日毎日やっていただいて、上から順番にやっていただくと、さあ、あれよあれよと1万、2万、10万、5万と稼げるわけなんですよね。まあ、正確に言うと稼げるというよりも売り上げが上がるという形でございます。稼げるっていうのは私の定義では、ATM にね、自分の口座に入金された時が稼ぐっていう、この手の中に現金が入った時なんで、それはすいませんけども、2ヶ月先とか3ヶ月先になります。これはアフィリエイトの仕組み上しょうがないんですよ。で、真のキャスアルパート2っていうのに行ってみましょうか。こちらの方で言いますとね、さっきの続きがあります。こう対談があります。私とね、一緒に対談したコーナーがありまして、彼の魅力を存分に私がね、説明しております。これ私の自宅ですね。で、5月2日の第2章ってことなんですけども、タイトル変わりまして、一人で自宅で30万円稼がせたいって形で、30万円を目指すためのコースをここに作ってます。まずはね、4600円、次の日が9000円、次の日が4615円、次の日が3000円、さらに次の日3000円って形で、どん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 こうやって進んでいきます。金額がどんどん積み重なっていきますよね。5月13日、5月14日、5月15日とまだまだあります。どん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 これ毎日のように続くわけですよ。はい、それでですね、椎のキャッスルパート3っていうのがありますので、こちらの方行ってみましょうか。これはですね、今日から始まりまして、5月23日バージョン、5月22日のもの、5月21日のものとあります。すでに、明日と明後日のものね、ここに搭載されてるわけなんですよ。じゃあ順番にやったらどうなるかなってことですよね。まあ、このね、椎の木康治くんの顔は随分と見慣れていくと思います。彼まだね、若干30歳で、もう何歳だったか、23歳ぐらいの時、私とね、出会いまして、で、速稼塾の方で、私のカリキュラムを最も、根深く、特にマインド面がね、最も濃く受け継いでくださってる方でございます。そういった形で、速稼塾に入ってね、この椎の木康治シリーズを上から順番にやって、それでもね、売上上がりませんってことはこれないですよ。うん、これね、古典的な方法なんですよ。とにかくインターネットで、まず売上を作ろうとかね、稼いでいこうとか、インターネットに可能性を見出すんだって方は、一番最初にやる一丁目一番地が、この自己アフィリエイトなんですけども、それを効果的にまとめた、そして現代風にしたのが椎の木康治シリーズ1、2、3ってやつですね。まあ、これをずっと見ていただければですね、もうとにかく速稼塾の必須科目、自己アフィリエイトがふんだんに入っておりますんでね、そして彼自身にも問い合わせることができます。ぜひね、彼の紹介してくれたものは、どん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 、彼にね、ご連絡いただきたいと思います。もちろん私にご連絡いただいても、きちっと回答することができますけども、この自己アフィリエイトに関しましてはね、まあ、彼の方が今、現代風のにはちょっと近いですね。私はね、ちょっと古いんですよ。ちょっと古いんで、タイムスリップしちゃってるかもしれません。浦島太郎になってるかもしれないんで、私の場合は2017年ぐらいが最後でしたんでね、もう3年遅れてるんですよね。で、彼、椎のキャッスル君は、もう、今、オンタイムでやってますんで、最も、複数の案件、複雑な案件を、わかりやすく説明してくれるんではないかな、というふうに形でございます。それでは、速稼塾の歩き方で、自己アフィリエイト、椎のキャッスルシリーズを終わらせていただきます。よろしくお願いします。